はい、どうも皆様おはようございます。皆様おはようございます。唐津市江大地町久保の方の筑肥線肥前久保駅の方におります。ここから、あと10分ぐらいで来るんですけども、伊万里行きの方に乗ります。もうご存知の通り、ここの筑肥線の西側の方、山本、伊万里間につきましてですね、将来的にどういうふうになるのかわからない、再構築協議会、芸備線の方はね、もう要請がかかりましたけど、こちらも近いうちに要請がかかるでしょう。かかればもう数年以内には、どういうふうにするのか方向性が多分決まるかと思います。どういうふうになるのかね、わからないので、乗れるときには乗っておいた方がいいかなと思いまして。であとですね、今日松浦鉄道の方マヤ券ありますんで、それもちょっとありましたので、ちょっと今日は行ってみたいと思います。といっても撮影するところはね、ちょっと伊万里駅とか、有田とか、そういったところにか、なってしまいますけど、はい。あとですね、私の方、北坊主のチャンネル登録の方が、500人、超えました。とはいっても、味もね、素っ気もないような、もう何が面白いんだろう、くだらんような、やつしか載せてないんで、どの道ね、頑張って減っちゃうのかもしれないですけどもですね、とりあえず500人超え出したという感じですね。でも本当、こんなね、何もないようなチャンネルに登録していただきまして、登録していただいた方、本当、感謝しております。本当ありがとうございます。改めて熱く、お礼申し上げます。これからもね、鉄道とかそういったのみならず、これからね、バルフェスタとかもありますし、各種いろんなイベントも、竹縄になってきますので、全部が全部がね、やれるわけ取れるわけでもいけるわけでもないですけどですね。あと街中を歩いて、気づいたところとか、やつとか、これからもね、変わらぬスタイルで、独自の視点で、独自の目線で、独自の考え方で、ブレることなく、これからもね、やっていきたいと思いますので、どうか今後とも、よろしくお願いをいたします。簡単ではありますけども、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。